はい、皆さんおはようございます。ちったの青木ちぐさです。ちょっと朝日が昇るのがさ早すぎて眩しいんですけど、これ皆さん見れてますかね。おはようございます。あ、おはようございます。どうもです。なっちゃんおはよう。はい、かいちゃんおはようございます。おはようございます。起きてますか。すっかり瞑想も終わったと思っていて大丈夫ですねおはようございますはい、瞑想会メンバーは多分この時間に起きるのはとっくに余裕かと思いますが、おぐゆきちゃんおはよう。あいちゃんおはようございます。あいちゃんおはようございます。おお、ゆかちゃんおはようございます。ちょっとちょうどね、こっから私朝日がこっちかベランダなんですけど上がってくるから、むちゃくちゃ今眩しいっていう、カーテン閉めててもはい、おはようございます。瞑想終わりましたか。素晴らしい。すっかり習慣身につきましたね。よかったです。もうそれが何よりです。瞑想終わりました。素晴らしい。瞑想完了です。ありがとうございます。はい、呼びましたよコトちゃんおはようございますおはようございます。千代ちゃんおはようございます。あ、みーちゃんおはようございます。はい、ゆきこさんおはようございます。あ、ひかるちゃんおはようございます。ひれりちゃんおはようございます。あ、本当、ゆずちゃんおはようございます。瞑想終わりましたか。今日から15分やってます。気持ちいい。あ、伸ばしてるのね。いいことですね。どうしても朝の30分の瞑想会はさ、時間が30分の間にいろいろするから区切られてるから、10分以上の瞑想ができなかったんですけど、もし今自宅でね、時間があるという方は15分20分座っても全然いいかと思います。おはようございます。あ、いいですね、さきこちゃん。はい、瞑想会参加してないけど一人瞑想やってますね。1回多分やっぱり瞑想会出るとすごい習慣が身についてるので自然にやってるかと思います。ヨガやってから瞑想してます。ナイス。めっちゃいい。すっかり朝日が昇るのが早くなりましたね瞑想完了しました。起き抜け方が痛かったのに座ったら痛くなくなりました。うん、よかった、力が抜けたんだね。はい、というわけで、あ、大量に気持ちよくできました。素晴らしい。うん、体が動くっていう、なんだろう、喜びみたいなのが得れますね。そのうち最初は多分辛いしね、体が思うように動かないっていうストレスがきっと朝のやり始めはいろいろあるんだけど、他の人はいっぱいできるのにとかいろいろあるんだけど、なんかそういうのも、いい練習だなと思います。本当ありがとうございます。なっちゃん、太陽に照らされて美しいこれカーテン引いててもさ、光が超入ってくる入ってきてます。よいよいよ。今日もストレッチをして瞑想しました。いい習慣は続けていこうと思います。よかったです。はい、昨日おとついですね、チッタビルが、プレオープンというかお披露目会があったので、我が社はすごくバタバタしてたんですけど、引っ越しは、いや今週大変だった。もう引っ越しは来て、新しい荷物を設置して本棚を整理してって、私よりも周りのスタッフの方が本当にたくさん用意をしてくれたのでありがたいんですけど、あ、朝の集中講座申し込んでくれたの、りのちゃん、ありがとう。素晴らしい。待ってますね。他の人はもっとできるのにっていう気持ちね、分かります。なっちゃんが来ましたが、はい、そうなんですよ。比べてしまう気持ちとか、劣等感とか、それはすごい朝のやっててもすごい感じると思います。なんかそれを克服できたっていうか、それもいい練習だったなと私自身は思っています。仲間と一緒にマットを並べて練習してた時ね。うん、ぜひぜひ。引っ越しお疲れ様でした。ありがとうございます、ゆみちゃん集中講座申し込みました。ありがとうございます。はい、私もめい先生も、まあ、クラスをするのは毎日のようにやっているので、多分皆様にお伝えできることはたくさんあると思います。でもついていけないからといって焦ることは決してないし、よもや逆に
なんていうのかな、今まで運動を全くしたことがないのに朝の集中講座を来てくださるっていうその勇気はすごく私は称えたいと思うし、来てくださっていいんですよ。初心者の人が来てくださらないと意味がないというか、周りにいいヨガスタジオがなかなかないって言ってくださる方も多いので、いい機会に本当になったらいいなと思ってます。あら、ひかるちゃん、朝の集中講座が楽しみで今ルルレモンのパンツを増やそうかと考えてます。増やしちゃっていいです。私もリトリートの時に何枚か新しいウェア買いましたね。そうですね、あ、素晴らしい、ありがとうございます。瞑想続けてます。ね、そうですよ、瞑想会で自分の体の硬さを改めて確認しましたとかね。素晴らしい。あ、パピコちゃん、集中講座楽しみです。赤ちゃんが起きないかドキドキです。まあ出産したばかりのに参加してくださるんですか、ありがとうございます。はい、大丈夫です。沙織ちゃん、集中講座瞑想会は続かなかったけど今回意を決して申し込みしたいのですが大丈夫ですか、続けることで自信と経験を積みたいです。はい、一応瞑想会はね、毎日出るとコミットした方に向けて開催をしておりますので、自分で決めたら来てくださったらいいよ、全然いいと思います。と赤ちゃんがいてもですね、挑戦しようと思うその気持ちも素晴らしいし、泣いちゃって赤ちゃんの方に行かないといけなかったら行っていただいていいし、自分の中で、ね、こうバランスを取りながらでもそのちゃんと出るんだっていう気持ちがあるということが私はすごい大事だと思っています。ちょっとその集中講座のさ、何規約というか、こういう方を対象っていうのが割と厳しかったと思うんですね。まず画面をオンしてくださいっていうのと、それが結構ハードル高い人もいたかなと思ったんですけど、画面をオンしてくださいっていう理由が一つと、あと二つ目は必ず31日間出ると決意をした人、この2点はかなり、強めに書いたと思います。やっぱり理由があって、積み重ねないと本当に意味がない。で、集中講座と銘打った限りは毎日出ていただきたい。で、繰り返しのリピートっていうのはないので、なんていうの、練習はもちろん繰り返しやっていくんですけど、なんだろう、寝坊しちゃったから今朝の録画くださいとかいうふうにはしないでおこうと、ミーティングした後それがやっぱり決まったので、録画見れるってなったら起きないじゃないですか。多分起きないよね、5時には5時に起きなくても別になんかレッスン見れるしいいじゃんっていう気持ちに多分なると思う。でもやっぱり続けてほしいっていうのが一番大事なのと、朝一に体を動かす恩恵っていうのをすごく得てほしい。で、なんだろうな、瞑想もっと座れます、もっと座れると思います。本当にそうですよ。そう、今ちょっとヨガウェアの話がちょっと出てますが、ジャスミンっていうヨガウェア可愛いよってなっちゃってます。私も買ってます。クラブハウスでジャスミンを作ってる、ジャスミンっていうヨガウェアメーカーを作ってるあゆみさんとお友達になりましたので何枚か買いました。なんだろうな、柄が可愛いな、今も履いてるんだけど、ちょっと引きじゃないと見れないな、ちょっと見えないな、これぐらいで見えますよ。今日はマダラの柄です。マダラの柄の、ヨガウェアを着てます。やっぱですね、はい、なんか可愛いウェアを着てなんか参加するっていうのもすごくいいモチベーションになると思います。ひかるちゃんがさっき新しいヨガウェアを買おうかなって言ってましたけど、それもすごくいいです。ありがとうございます。私が昨日一昨日チッタビルのインスタライブやったんですけど、ミオ先生の本ありましたよとお伝えしたら、ミオ先生喜んでましたと、ロコちゃんありがとうございます。もちろん置きます、そらミオちゃんの本置きます。そう、全然いいんです、全然いいです。
はい、いろいろ質問が今来ましたね。アーサナ集中講座、瞑想時間はなしでアーサナだけなのですかっていう質問ですね。5時から5時30分まで結構時間がタイトなので、最初にマントラを言って動いて、動いた後にほんの少し座れる時間があったら、まあぐらをかいて少しだけ座るっていうか、この座る感覚を確かめるっていう時間ぐらいは持とうかなと思っています。まあ、座る時間もね持ちたいんだけど、なかなかやっぱり集中して体を動かすっていうことの方にウェイトを置いたので、そうだからアーサナをするということにフォーカスを置いてます。両方入れたかったけどね、欲張りは良くないとあのメイ先生に言われましてそうですね、すいません、アパリグラみたいな両方本当やりたかったんだけどね。そしたらでもどっちがあのやっぱりウェイトを大きくするかっていうのがすごく難しかったし、アーサナができない、やれない、やったことがない、体が硬い、不安っていう方がすごく多いなっていうところがやっぱり分かったんですよね。瞑想会に出ていて、あぐらをかいていられない、膝が痛い、腰が痛い、背中が痛い、いっぱいいたねそういう方いっぱいいたよね。やっぱり体を動かす習慣っていうのを実は座る以前に身につけないとプラーナの巡りが良くないので、座るためのアーサナをするっていうのはすごく大事なんですよ。体が硬い人にもおすすめってとこに惹かれてます。いやいや本当本当に今これ見てる人集中講座超気になってるんだけど、いやいやいやヨガちょっと本当無理なんだけどとか、なんかダウンドッグが死ぬほど辛いとか、そういう方こそウェルカムです。思うんですけど、前屈ができない人にちゃんと前屈が教えられるとか、後屈ができない人に正しい後屈の仕方を教えるとか、太陽礼拝がもう全然全然スムーズにできないんだけど、どうやったらできるようになるのって思ってらっしゃる方に親切丁寧に教えられるスタジオがどれぐらいあるのかなと思うんですよ。あ、一気に喋っちゃったね今体に何かハンデがあるとか、そのなんていうのかな、膝が曲げられないとかさ、いろいろあるじゃないですか。でそういう人はお断りですみたいなヨガスタジオ意外と多かったりする。それは講師側に経験がないからだったりするんですけどね、非常にもったいないことだと思ってます。はい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 、股関節に問題があることが分かりました。そんな具合でも朝のできるものですか？もちろん大丈夫です。できる範囲でやればいいです。人工股関節の人ともうちのクラスにいたんですけど、全然できます。なんていうのかな、さっきも言ったように隣の人と同じ動きを同じようにやらなくていいんですよ。いつも多分そこが気になると思うんですけど、自分ができる範囲で動かし続けるっていうのはすごい大事です。むちゃくちゃ大事ですね。みんな真面目だな、いっぱい質問してくれる。あやちゃん、集中講座出るにあたってヨガのポーズを復習するに良い本がありました。ポーズとかメモするのが難しいかなと思いました。TTC の経典にしてますが、ハタヨガの神髄っていう本が一番、ポーズの理解をしたかったらヨガ辞典みたいな感じなのでいいとは思います。ハタヨガの神髄っていう本です。ただちょっと高いんで、本気で学びたいと思わないと本多分読まないと思う。アイアンガー先生がやってる本です。見せようか。はい、いいよ。集中講座、在宅ワークの体太りを整えているという理由で参加してもいいですか？はい、画面を開けてくださるならどんな理由で参加していただいても大丈夫です。まあ、私たちが意識をしているのは、画面を開けろって言ったのは別に皆様を晒し物にしたりとか全くそんなことではなくて、当たり前ですけど朝の5時に画面を開けるのはむちゃくちゃ勇気がいると思いますが、体が見れないとちゃんと伝わってるかどうかっていうのがこの講師側の責任になるので、瞑想はね画面オフで参加しててもいいと思うんですよ、じっとしてるから。でもアーサナになった場合、正しい体位をちゃんと取れているのかっていうのを見るのは私の責任になるので、アーサナを画面オフして参加する理由って逆にあるかいっていう思うわけですよ。意味、画面オフしてアーサナ参加しても何にも得られないんじゃないかなってすごく思っているので、画面はオンしてくださいっていうのは言いました。それは安全のためだったりします。
あなた自身の安全を確保するためにも、どういった角度だったら痛いのかとか、どういうポーズで何をやってて痛いって言ってらっしゃるかがこっちに分からなかったら意味がないので、画面は開けてくださいと言ってあります。大事よ自分の体を知るといういいきっかけですね。でも毎日出てほしいです、本当に。それだけ、それだけです。まだ朝起きるだけで精一杯で、起きても体がガチガチで、そんな状態で取り掃除してます。ああ、なるほど。集中講座までに、5時にスッキリ動けるように4時起きでストレッチを目標にしたいと思います。マヨタマゴちゃん、はい、わかります。その気持ちも、そんなにね、本当にね、張り切らなくても大丈夫だよ張り切らなくても大丈夫っていう日本語もいや、張り切らないと31日間出れないんだけど、とりあえず起きる、画面を開ける、画面を開けるってオープンって意味ね。で、その5時にそこに必ずいるっていうことが私はすごい大事だと思うから、あれとこれとあれとこれを済ましてから瞑想会に、その集中講座に出ようって思わなくても大丈夫、大丈夫。もうちょっと気楽でもいい。ただ本当に何回も言ってますが、31日間出るということと、画面をオンで参加してほしいっていう、本当この2点です全てはね、パーフェクトにね、する必要なんか全然ないです。はい、今さっき質問があった旗色の心臓を取りに行きたいんだけど、ちょっとさ、こっち側にないんですよ。移動したらいいか移動したらいいすいません、部屋のリビングを移動します。旗色の心臓はね、今こっちにいなかったかな。あ、スタジオかもしんないな。待ってね。ヨガのおすすめの本なんて腐るほどあるので、まあ、結局どれがいいかとかは自分に本当によると思います。ポーズはね、そのうち覚えられるから、そんなに焦ることはないと思います。焦らなくていい、そのうち覚える、そのうち覚えます。もうちょっと私が今手元にある本がマニアックすぎてすいません逆に気軽に紹介できるものがない。あ、そうだ、でももし集中講座を出てティーチャートレーニングもちょっと考えてる人は、これ見たらいいんじゃないって思う本はありますか？ちょっと待って、女性のためのアシュタンガヨーガ、ケン・ハラクマ先生の本です。で、これなんでかっていうと、ポーズの名前全部載っているというのと、パワーヨガ系で使うポーズはすごい載ってます。まあ、アシュタンガヨガはベースでパワーヨガできてるから、まあ当たり前なんですけど、こう親切丁寧です。ポーズ名とどういう人がやってはダメかっていうのを書いてある、すり合いますから B ですね。あ、TT 考えてなくても、パーダハスタアーサナーとか、ちょっとね、多分ね、売ってたトレコナアーサナーとか、ポーズ名と大きい写真が載ってます。ティーチャートレーニングも考えている方がいらっしゃったらなんですけど、アシュタンガヨガやるんですよ、トレーニング中にね。で、この本はまだ優しい、ケンさんが監修してます。ケン・ハラクマ先生、日本でアシュタンガヨガ第一人者ですね。連続したアーサナのクラスなので、アシュタンガヨガがで、ちょっとそれに慣れていないと、かなり辛いとは思うので、連続したヨガのポーズね、それはね、トレーニング中やろうと思っています。あ、嬉しい、みよちゃんが、体がめっちゃ硬いけど集中講座楽しみです。そう、あ、まさこちゃん、ヨガウェア買いました、あとは勇気を持って申し込むだけ、いや、申し込んでください全然いいです、全然いいです。今いっぱいコメント、今追いつくのに読んでるから待ってね。
ああ、なるほどね。講座に出るついでに部屋の片付けやヨガマット初めて買うとか、ワクワクをいっぱいくっつけてみました。いいですね。私が好きなヨガマット特集ブログでも書きますか。ヨガマット何がいいですかってすっごい聞かれるんだけど、一概に言えないのは人によるんですよ。手汗かく人はね、ジェイドっていうヨガマット、滑りにくいマットの方がいいし、アスタングヨガとか激しいヨガをやる方はやっぱりちょっといいマットを買うといいよね。1万円以上のマンドゥカとかね。もう人生でヨガをやると決めてる人はヨガマットは投資してもいいと思う。消耗品になっちゃうので、ある程度いいマットを買わないとボロくなっちゃうんですよ、すぐ。あ、いいじゃん、いいじゃん。朝まで動いた後の瞑想楽しみですって。あ、本当なっちゃん、リトリートのちぐささんのダウンドッグの説明がもう素晴らしくてできるようになったので受けたいな。本当？ よかった。リトリート中なんか本当に短い時間のアーサーな時間だったんですけど、よかったです。それはよかったです。千代ちゃんが太陽礼拝で頭を下にするといつも吐き気がしてくるので、私にはこのポーズできないのかなと不安です。たまにいらっしゃいます。太陽礼拝の頭を下に下げるポーズが気分が悪くなる方いらっしゃいます。呼吸をたくさんしていただくっていうのがまず一番大事なのと、多分うまくね、心臓より頭が下になっちゃうから、それがしんどい人もいらっしゃるんですよ。ちょっと自分でサボってもいいです。太陽礼拝のこのダウンドッグのポーズね、ダウンドッグをちょっとサボっても構いません。そういう人いるから、千代ちゃん心配なく。手の関節が硬い方ね、ダウンドッグもだけど手をつくことがハンデがあるとありますよね。手首を骨折してしまって、それでもレッスンに来てくださってた方も過去いらっしゃいました。軽減をするっていうことはね、絶対できるから、できない理由を自分で探すといっぱいあると思うんですよ。本当に仕事が忙しい、体が硬い、画面をオンとか、31日間無理とか、いっぱいいろいろあるじゃん。 できない理由を探すんじゃなくて、今あるこの状態の自分を受け入れて、それでも受けると思うかどうか、受けるための努力をするかどうかだと思います。本当にね。りのちゃん、体が動くか正直わからないけど、毎日少しずつでも積み重ねたら1ヶ月後が楽しみだよねって自分に声かけてます。いや、本当ですよ。それは毎朝5時から30分動いたら相当変わると思いますよ。ね、体を開くためにそのアーサナっていうのをやるから、めっちゃ変わると思います。まあ何度も言ってますが、やっぱり自立をしてほしいのが私の、願いなので、31日後は自分で練習ができるようになっていたら嬉しいなと思ってます。とりあえずそのフローになれるっていうことをしてほしいので、最初はあまり説明をごちゃ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 言うと頭がパンクするから、動きながら考えるとしんどいじゃない？だから何もちょっと考えずに、いや、このアサナはこれで正しいのかなとか、先生これ手をつけって言ってるけど私つかないんですけどとか、ってこういっぱい多分不安なことが出てくると思うんですよ。でもそれももうぶっ飛ばして、できるところをできるところまでやる、ついていくだけで最初はいいと思います。で、そのうちにだんだん余裕が出てくるから、その頃にちょっとポーズの解説とか、これができない人のための練習方法とかをやろうかなと、ちぐさ的には構想しています。最初からね、理論で攻められると結構頭がパンクするというか、まずやらないと意味がないので。ね、理論よりもない、やっぱ練習です、練習です、練習です。それがすごい大事。そう、 TTC 説明会のためにも体の不調のある方が改善するためにヨガを伺うとおっしゃってますね。ってことでビタミンちゃん、その通りです、その通りです。
やらないからヨガを習うんだし、なんだろう、できないからこそヨガを習うんだから、なんかそのちょっとやんなさいよみたいな、ついてきなさいよみたいな、こういう感じでは決してない。皆さんをこうね、頑張れっていうのはやると思いますけどね。だから、まあ、できない方こそ参加してほしいなと思ってるのが朝の集中講座です。朝の集中講座になると一人でも練習できるようになりますかっていう、できるようになりますかっていうコメントですけど、自分の練習の仕方は教えます。もちろん教えます。太陽礼拝もね、分解というか、太陽礼拝がどうしてあの順番でこの途中で出てくるポーズがこれで正しいのかとかはちょっとやろうと思ってます。分解をちょっとずつね、最初の方はちょっとやらないと思いますが、真ん中中盤になったら解説をしようと思っています。ティーチャートレーニングでももちろんやりますけれども、はい、ありがとうございます。スカイちゃんが何よりちぐささんに教わりたいって、なんて嬉しいんですか、ありがとうございます。あーね、ことちゃん画面オフで受けれるヨガスタジオレッスン受けたことありますけど、結構みんな画面オフでびっくりしましたって。画面オフでもいいっていう、なんていうの、ゆるいスタジオもたくさんあると思うんですけど、先生はそれ責任が持てるのかなっていうのがすごい、私はアサナだとね、瞑想はともかくアーサナだとそれはすごい疑問、もったいないと思う。先生に体を見てもらえるすごいいいチャンスだから、画面を開けた方が自分のためにいいと思います。かずみちゃん参加したいのですが、どうしても夜勤明けの時は参加できないので残念です。貴重な機会なので、ナースさんとかでどうしても夜勤があるとか、その時間その日だけは絶対参加できないっていうことが事前に何箇所か分かっていれば、その旨を事務局に言っていただいて申し込んでいただくのは全然いいです。参加する意思があるっていう方は私はすごい尊重したいと思っています。それすごい大事だから、事前にこの日とこの日この日っていうのを事務局に連絡してくださいね、夜勤明けのナースさん。はい、ぜひぜひ。あ、本当なんて嬉しいんですか、ヨガミトラちゃん。千代田さんだったらポーズができなくてもそれでいいんだと思わせてくれて安心できるクラスになるような気がすると、ありがとうございますね。それを目指しております。ありがとうございます。あ、本当、体も硬くて続けられるか不安でしたけど、この後申し込みします。1ヶ月後、達成感で自信が持てる気がしてきました。嬉しい。ありがとうございます。千代田先生、参加される皆様、よろしくお願いします。いやいや、本当よ。やりたいっていう気持ちが本当に一番大事ですから。あ、さるちゃん、ブラボーっていっぱい拍手が来てますね。ありがとうございます。まあ、いいですいいです。カキカキちゃうカキカキちゃう、めっちゃ面白い。マンションの廊下でもいいですかって、マンションの廊下でもいいです。大丈夫大丈夫です。とりあえずこのマット1枚分のスペースがあればいい。本当ですね。はい、そう、画面オンにするために部屋をスッキリさせるっていう目標を立てたっていう、こう他の、はい、SNS でも見ました。集中講座で画面をオンするためにどうせだったらこの壁紙も変えておしゃれにして整えてやるっていうワクワクを手に入れたっていう方がいました。嬉しいです。絶対パソコンじゃないとダメってわけではないです。あと、パソコンの参加じゃないとダメですかっていうの、はい、ありましたが、その方がまあ皆様の一体感がギャラリービューで見れるので得るものが大きいのでね、チャンスは自分につかめに行かないとって、はい、ありがとうございます。全然いいです。私とクラブハウスにも行かないといけないから閉めます。ありがとう、クドちゃん。ありがとう、知ってるんですよ、もう行きます。じゃあ皆さん、またまた、今日も良き日をお過ごしください。あこちゃんたちが待ってるので行ってきます。じゃあね。